皆さん、こんにちは。今回は小原雅子さんのマック鈴木さんとの結婚や年収、離婚、お子さんの噂などについて紹介します。小原雅子さんはマック鈴木さんと結婚して大きな話題になりました。全く業界が違う2人が知り合った。馴れ初めや結婚までの道のりも気になりますよね。今回は小原雅子さんの結婚や年収、離婚した噂や結婚指輪について詳しくご紹介します。本名鈴木雅子、旧姓小原雅子、身長162cm、血液型 B 型、出身地兵庫県神戸市東灘区、生年月日1975年10月23日、配偶者マック鈴木、子供聖吉、聖八、孔明。小原雅子さんの旦那様であるマック鈴木さんは元メジャーリーガーということもあって、がっちりとした体格。マック鈴木さんは日本のプロ野球を経ずにメジャー入りを果たした初の日本人です。メジャーの他にも日本、メキシコ、ドミニカなど数々のリーグを経て2011年に引退されました。現在は兵庫県淡路島にあるサンライズマックジムというスポーツジムでトレーニングプログラムの監修とトレーナーをされているそうです。野球のテレビ中継の解説も行われています。まずはお笑い芸人とメジャーリーガーが結ばれた経緯を見ていきましょう。2人は2014年5月31日に入籍したことを発表していますが、知り合った経緯は2011年秋に小原雅子さんが経営する六本木のバーにマック鈴木さんが来店したことでした。お客さんに私が手をつけたと小原雅子さんは語っているそうです。基本的にはご法度らしいのですが、それくらいマック鈴木さんに惚れ込んだのでしょう。小原雅子さんは最初から気に入っていたものの、当のマック鈴木さんは小原さんの話し方やお酒の飲み方、喫煙をしている様子を見てあまり好意を持っていなかったそうです。それでも小原雅子さんはアプローチを続け、マック鈴木さんが選手権監督をしていた神戸サンズのある洲本市に何度も足を運んでいました。東京から淡路島までの片道約5時間を通い、マック鈴木さんの家で作った料理を褒めてもらったことで距離が縮まって念願の恋愛関係に発展。2013年12月27日にフジテレビで放送されたバラエティ番組で、マー君結婚してと公開プロポーズを行い、マック鈴木さんも結婚を前提に考えてますと追認していました。これについては両者の合意というよりも外堀をじわじわと埋めていった感じでしょうね。結婚に至るまでの経緯については賛否両論あるところでしょうが、結果的に夫婦仲も良好で子宝にも恵まれるなど幸せな家庭を築けているのが答えと言えるかもしれません。次は2023年現在の年収についてチェックしていきます。最近ではテレビで見かけることが減ってきた印象がある小原雅子さんですが、結婚後は活動のベースを既存のメディアから個人のブログや YouTube に移行して稼いでいました。広告収入の詳細はターゲット層やクリック率などで多少の違いはあるものの、専門サイトではブログが月に約100万円、YouTube が年間で約200万円ぐらいと言われています。以上のことから、ネット関係だけでも年収が1500万円ぐらいと推測することができました。他にもテレビショッピングやバラエティ番組のゲストとしてメディア出演することもあるので、少なく見積もっても年収は2000万円前後はあるでしょう。また、夫のマック鈴木さんも同程度のネット収入があるので、世帯年収はすごいことになります。次は小原雅子さんの離婚に関する噂を見ていきましょう。小原雅子さんとマック鈴木さんは共に初婚同士で、2023年現在も婚姻関係は継続しています。YouTube でも仲の良い家庭を披露してくれていますが、なぜ離婚という噂が出たのでしょうか。発端は2014年12月に出演したバラエティ番組で、小原雅子さんが夫婦関係について触れた際に、マック鈴木さんに対して浮気したら離婚するよと宣言したことを明かしました。それを聞いたマック鈴木さんが、離婚したい時に浮気したらいいんだなと笑いながら返したエピソードを紹介し、冗談ながらも夫婦が離婚について話したことが話題になったそうです。つまり
ちょっとした話の一部が切り取られて暴走していったタイプの噂話でした。一方で小原雅子さんがマック鈴木さんの LINE を見たことで喧嘩になったこともあるらしく、夫婦揃って相性が良くないと言い合うなど際どい関係でもあるそうです。ただそんな二人を固く結んでいるのは三人の子供たちというのは間違いないでしょう。ネットなどでは小原雅子さんの息子は発達障害ではないかと噂されていました。事実でなければ失礼な話ですが、芸能人のお子さんにはよくあることで、すぐに何らかの障害があるのではないかと噂され拡散されてしまいます。その真相についても調べてみました。まず小原さんのお子さんが発達障害ではないかと言われるようになったのは、生まれたばかりのお子さんの写真を SNS にアップしたことがきっかけだそうです。その際のお子さんの表情がこわばっていて、表情が硬かったとの意見があり、それがきっかけで何かしらの障害があるのではと噂されてしまいます。生まれて目が見えるようになったばかりの赤ちゃんがカメラを向けられてフラッシュの光を見るとこわばった表情になるのも特に不思議なことではないように思えます。言葉を話すまで他の子と比べ少し遅れていたということで、こちらも発達障害の症状ではないかと言われていたみたいなのですが、子供の成長には個人差があって当たり前です。障害があると決めつけるのは早いような気もしますね。小原雅子さんは子供たちの成長を写真や動画で自身の SNS などに多く公開していますが、その写真を見た一部の方からは顔が大きすぎるや目が怖くて不気味というような心ない声が上がっていたみたいです。実際にどの写真を見てそのようなことを言ったのかは分かりませんが、特に目立って頭が大きいとも感じませんし、幼児の場合全体のバランスで見ると体の大きさに比べて頭が大きいというのはごく自然なことですので、これも障害などとは全く関係のないことですね。最後に小原雅子さんが受け取った結婚指輪について紹介します。2014年6月1日に東京都内で結婚会見を開いた小原雅子さんは結婚指輪について触れ、贈られたのはダイヤモンドの指輪であることを披露していました。ちなみにこの結婚指輪は神戸市内にある小原雅子さんの実家ジュエリー千住堂で購入したそうですが、なんと家族割を使っていたという裏話も明らかにしています。いずれにしてもマック鈴木さんの財布から小原家の宝石店にお金が移動するだけなので、仕入れ代金はあるにせよ指輪の金額が高くてもあまり影響はなさそうですよね。ちなみに家族割での購入を勧めたのは母親の小原弘子さんと言われていることからしても、少しぐらい赤字になっても娘の幸せを叶えてあげたかったという気持ちも伝わってきます。様々な人の思いが詰まった結婚指輪、これからも大事にしていってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。